はい、前回までのあらすじ。はい、難易度イージー、キャラクタージョン・マーフィー、あーここはチャプター4ということです。墓地をクリア、いよいよチャプター5、いつ終わるのか。私としては久しぶりであまり覚えていないのであった、はい、結局前回確かあのなんかOK、あね、新しいグルオールドワンの何か情報、なんかあの駆け込んでいった探索者、あ、また駆け込んでった、あ、もうあのコンティニューしたからですよ。そっか、これ前回見つけられてないなと思って。ああ見つからなかった結局覚えてなさすぎでは見つけてないよね。いやいやいや、探索者を探しに行ってなかったっけ。あ、探索者をだよ、新しい探索者を。前回の時もいましたっけ。飛び込んでた人いたけど、あららら、前回はなんかネクロノミコンを手に入れたと思ったら画面がバグったとこでしたね、うん、覚えてます。全然覚えてないわ、行こう。私今遅いなと思ったら骨折してるんだったわ。そうだ、足治ってないんだわ。うわ、何、あ、足壊れたのはね、地雷踏んだからでした。編集してて気づきました。地雷踏んだからか。地雷踏んでましたね。お、これはなんか最初のような場所ですね。いいぞ。これはもう一生治んないのかな、やっぱり。やっぱエルダーサインのなんかあれ手に入れたら、エルダータブレット、あれ手に入れたら治るんじゃないですか。そう多分だったらええんやけど、ちょっと手に入れたいですね。足遅いのがね、もどかしい。足遅いのはちょっとあれですよ。バンテージのダメなんですよね。あ、やってみましたね、確か。いろいろ試したけど。お、早速。新しい。あ、サバギンみたいなやつですよ。これは深き物来ましたね。ああ、いや、急ぎん着だ。あ、これ、あれか。うわ、いよいよちょっとクルトゥルフめいてきましたよ、これ。急ぎん着だって何？これ倒せんの？これはあれじゃないですか、あの罠、罠系か。踏んだらいけない系じゃないですか、罠。でもあれだよね、罠、はい、罠、はい、こういう風にペッペペッペ出てくれたらね、ペッペペッペね、当たりようがないですよ、当たりようがないですね。どうだった、当たる、はい、あいつ、はいはいはい、水の中を移動するタイプの敵だな。ザバーンとやるな。海のギャバン、ギャバン、あ、ギャバンギャバンかけないですね。あばよなみだ。いや、まあでもとりあえずこう足を速くしたいですね、私的に。なんとかね。お、敵がね。でもまあまあまあ。おお、ナイス。何爆発しましたね。爆発したね。なんか硬いな。強くなってきてんすよ、敵が。やっぱりね。混乱。いろいろ出てますね。いろいろ出てますよ。ほら、デバフが。本当だ。なんだなんだ。新しいのもあるの。こう当たってんのか。当たっちゃったのか、当たったのかな、はいはいはい、私がね、出血もしてますけど、まあまあ相変わらず回復が ね、リジェネがついてますから。そうなのよ、はい、ないですか、なんかないですか。ないな、エルダー、うわうわくしゃみです。やめて急に。あ、花粉症かな。あ、はいはいはい、お、これは、まあ、開けましょう、開けましょう。キャプテンなんだろうリーダー的なあれなのかな。チェストね、うん、チェスト。あ、はいはい、まあでも3人ティーも自動回復ですから。お、しかも3000ももらいましたよ。やりましたね。あの、目標的にはネクロノミコとかを買いたいわけですから、ね、でもう10万溜まってんじゃないですか。インフォ的には溜まってますよね、今10万溜まってますよ。12万あるもん。 お金もほら99,000、どっちも買えるよ。あ、でもあの、この前普通に手に入れたじゃん、あれネクロノミコンだっけ。ああ、そうだね、なんか別の、いや、ネクロノミコンっつってもね、いろいろあるんですよ、あるから。あ、あのネクロ、はい、買えるネクロノミコンとあれはまた違う、違う可能性がありますね。あの、何語で書かれてるかって違いが。おおお、これはホワイトロックス、白い岩。おお、こんなん大丈夫だろ滑らからしいですね。なんだ滑らからしいですよ。滑らかなの、すべすべしてる。うーん、あー、なんでサニティが減るのそれで滑らかだからスムースもう分かんないよ、この人の感情が。ここは何、インスマスなのかな、地名は。何なんだろう、ちゃんと見てなかった。おっ、やってるやってる。え、またなんかちょっと違う感じの、こいつなんかやばい、ショットガンみたいなの。もっとそう、やばいやばい。おお、敵も撃ってきてますね。おお、よしよし、はいはい、ショットガン。あ、今度カイだ、シェル。あ、本当だ、これなんだ、ちょっと減ってますけどいいでしょ。グレイシェル。おお、灰色には見えないけど、まあ、緑っぽいですけど。あ、グレイってこの字だっけ、 E だっけ、 A だっけ、どれどれ、違うのかな、意味が。え、宇宙的な貝殻みたいなことそっちのぐらい。お、これまた、いやー、これまた嫌な感じですね。はい、あ、手に入りました。いや、はい、特に問題ないですね。よし、おし、なんかもう、なんかアイテムがちょっとしょぼいですね。でも結構ね、軒並みね、
持ってるもん持ってますよ、もう。まあまあ、大体、うん、そこ取れない、取れないんだ、うん、開けるんだね、でもね、うん、あれ、そいつずっと出てる、ね、ちょっと爆発してみる、うん、消せるのかね、やられるのか、あー、無敵っぽい、まあ、特に、あー、あ、あ、ダメ受けた、お、下がってったね、お、あ、出てきた、あ、そういう感じか、あ、ダメージ受けたら落ちてく、はあはあ、ちょっとなんで暗か、街灯壊したのか、暗くなったね、これは、あ、あ、これはできないと、わかりました、わかりました、行ってみましょう、うわ、多いな、この水のところに移動してくるんだよ、やっぱ深いから、あ深いからね、あ、浅いとこから深いところまただんだんこのステージ広くなってくのやめてほしいよね、どんだけ探索スペース広げていくねんって言うほど、言うほど中身ないくせに、そうなんですそうなんですよ、これ皆さん的には延々とこの練習で3分の1になってますから四角いマップが延々と続くだけですから、お、これ何でしょう、クジラでしょうか、シーフィギュア、海のフィギュア、うーん、なんだろう、アイボリーだって、これは象牙色、スモールホエール、サインティ減った、あ、でも海にまつわる何かがたくさん、あー、だから、うん、まあまあそうだね、クトゥルフっぽい感じだよね、クトゥルフといえばね、うん、海洋生物、そういうとこありますから、うわーわー、多い多い、爆発しろ、爆発したわ、シュー、外クリックした、これはね、あ、またシェルだ、本当だ、うわあいつ、うん、明らかに銃口から弾の発射される方向がおかしいだろ、よし、プレイシェル、こっちは同じなの、お、ゴッド、神、あれ、うん、長いな、え、クエットザオポスイテ、なんだ、今度は何もサニキ減ないですね、貝を集める旅、さっきも減なかったっけ、さっきも減ってない、ほうほう、いたのか、さっきも MG ってなんだろう、マシンガンメタルギアかもしれない、あ、メタルギアかもしれないですね、うん、マグネシウムかもしれない、あ、マグネシウムかもしれないですねあれ、マグネシウム MA、 あ、まあ、ええ、元素記号的にはそうかもしれない、ね、ちょっと俺分かんないですけど、勉強してないんでもう、うろ覚えの知識を披露することしかできないんで、知識なんか全部うろ覚えよ、真逆のことを言ってるときは怖くなっちゃうね、おらおらおら、敵なしですよ、うん、左にいたからか、なんか、あ、そう、これか、ニョキニョキ、あ、ダメですね、仕方あるまい、燃えてろ、あ、当たったわ、出血ダメージか、あ、そんなもんか、大したことね、大したことね、見るようになった、ただただこう、敵がこう、ワンスで、どうなるんでしょうね、このままこう、なんだろう、寄生虫がいるのもね、これ何、ね、これなんかのダメージがめちゃめちゃ食らっちゃうとか、あ、倍増みたいな、ありそう、わーわー撃ってきた、撃ってきたけど硬いぞこっちも、ほらほら、自動回復だしな、えい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 、そう、自動回復が強いんですよ、下行くか、腹箱ありますけど、あれでもなんかちょっとしたお金しか入ってないですよ、ブロンドね、ブロンズだから、買い物でね、いいの入ってる、あ、でも情報も入ってますね、あれ、たまに、うん、なんか銃口がおかしいんだよ、よし、お買い物したいね、そうっすね、ネクロノミンコ手に入れたいところですね、すごいなこれ、おお、なんだ、あ、もうボス、いや、まだじゃない、でもあれ帰るとこでしょ、そうだね、敵湧いてるって言うけど、どこに、うん、なんだ、あ、歯が、あ、でも見て、これなんかぶら下げてますよ、ほんとだ、首になんだ、ちょ、とりあえずちょっと襲ってくるのか、投げてみましょう探索者か、あれ、あ、あ、会話してる、対峙してる、あ、そうかそうか、なんだなんだ、あ、なにこれ、え、シールド、え、動けないよこれ、おわ、会話、なんだ、なんのこっちゃ、何してんの、なんて言ってんでしょうあ、これ なんか敵の攻撃を受けてんのか、あ、か、ブランバスマッサー、
It's over, Matt Clark, you and your kind of have cause of you enough、うん、もう十分に トラブルにあった、大変だったね。わかんないね。あ、カストロさん、カストロさん、なんつってんですか、都庁どこ、都庁どこ、都庁超超人の話じゃないですか。都庁前、超超人、うん、超超人、うん、I've have that them it's that ブラタライン、いや、超超人で T 入んのか、わかんないですね。何超超人って、なんか神話生物じゃないですけど、なんかいるんですよ、うん、あ、いるの、人間っぽい、ちょっとなんかぶっ飛んでるやつが、うん、へー、カストロ君、あ、私は信じているよ、はい、メット、マイ、オフィサー、あ、ダゴン&クトゥルフって話してますね。ほうほうほう、彼は生贄に捧げられるんだと、ダゴンやクトゥルフの、誰がか、ちょっとごめんなさい、わかんない、主人公じゃないですか、あ、僕が、うん、え、うん、サイレン、黙れ、狂った、徘徊者、マットじゃないな、ムッ、なんだよ、ムッと、あ、消えた、あ、消えたわ、どうするの、それで、え、何、あ、カストロとやるんだ、ほらほらほら、おー、召喚すんの、なんだ、すげえな、召喚した、あ、爆弾もうまく投げて、グレネードもうまく投げて、これなんか、あれ何、カストロ君大丈夫か、カストロ君何やってる、あ、撃ってきてるのか、カストロ君は、カストロ君じゃ僕には勝てないの、カストロ君強くなったもんだ、これ終わりだ、おーしょー、やったか、特化します、ミリ残ってる、うえー、やった、あった、お、あ、お、なんか手に入れた、ダゴンのクリスタル、クリスタルなの、これスライムみたいですけど、あ、はいはい、ね、ゲットダゴン、あ、ダゴンに対する情報を、そして、うん、あ、これタブレット来た、使いましょうよ、使いましょう、行ったでしょ、イクイップ、いや、ユーズで、ユーズか、やった、治りましたよ、なんか雷が落ちてびっくりした、俺、あー、全部綺麗になりました、骨折まで、やったぜ、やった、すげえよ、エルダー、やっぱりエルダーはすげえややったぜ、結局カストロ君とか何喋ったか全然分からなかったですけどね、さっぱりですね、うん、もうここはもうこのぐらいでいいですかサクサク言いますか、それもありですけどね、うん、まあね、あれからいろいろ調べたんですけど、特に進展がなかったので、このままチャプター6だと、はい、多分調べきれてなかっただけだと思いますけど、うん、もうずいずい行きましょう、今回もうずいずい行くことにしましたよ、うん、一応ね、you have found... そう、ダゴンの情報を手に入れましたから、お、なんですか、お、何、ニューストーリー、とどまる、ニューストーリーでいいんじゃないですか、ニューストーリー、はい、はい、はー、ああ、なるほどね、この人では全部調べ上げたってことだ、そういうことか、チャプター6まで来て、はい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 、他の人でもできるってことだね、他の人でもうやるしかないってこと、いや、でもコンティニューすればまあ続けられますよ、でも続けられるっつったって新しい場所には行けるんですか、あ、それは分かんない、ちょっとやってみますか、はい、一回 OK Stay、 ここにいると、はい、あれ、お、あ、じゃあこの人終わりなんだ、やっぱ、じゃあここで一回こういうことだ、なるほどね、預けて、うん、この人の装備を預けて新しい探索者に引き継げと、この人じゃいけないところが、うん、できることはもうなんだ、ね、この人にできる限界も超えたと、そういうことか、はあ、なるほど、あ、そういうゲームなんだ、俺の屍を超えていけと、そういうことですね、引き継いで引き継いで、はい、まあ、最後誰でクリアするか分かんないけどみたいなこと、はい、これ全部外した、全部外しましたけど、あと鍵は、鍵、あ、鍵ね、はい、やるだけやってみましょうか、はい、はあ、揃った、なるほど、いや、お店も見つけられなかったんでね、ネクロノミコンとか手に入れられてませんけど、うん、これは、あれ、さ、前から調べられましたっけ、ね、ちょっと先に話しかけてみます、ね、話しかけてみますか、もし、どうだった、ライター筆者ですよ、筆者、グレッティングアドベンチャー、Do you really want to rewrite your story? ああ、最初からやるかと。なるほど。一回ノーで。最初からなっちゃうんですね、あそこ調べると。かな？はいはい。書き直したいか。はいはい。凝ってんな。はいはいはい。ダゴンが、ね、だいぶ調べられてますね。はいはいはい。あ、なるほど。
じゃ下のも調べてみますか、ね、このこれをね、これね、な、動くの、こいつ動くのか、あ、お、え、もういけんの、一つの柱が、あ、これはあの探偵さんのストーリーをクリアしたからこういうことになるのかな、え、でもいけそうじゃない、え、あ、ここに行けるってこと、いけそうじゃない、ここ5人分のストーリーをやんないとってことじゃないの、え、でもこれいけそうじゃない、これなんだっけ、この下の星に当たるのは、うん、な、例えばニャルラトテップとかに行っちゃうみたいな、ほう、ポータルオールドワン、え、いけますよこれ、ちょっと行ってみますか、十分な情報を集めていないけどって書いてませんでした、今、あ、そういうことね、はい、ノットイナフだけど行くっつってかな、え、ちょっと装備したら行きますか、ちょっと一回行ってみましょう、今回最終回、3地、ぜひね、あのこのゲームであの面白そうだなっていう人はこんな感じで引き継いでって、で最強の自分でグレートオールドワンズに挑んでほしいんですけど多分僕らの旅はこれで終わりますこれね、はい、あと何、武器、あれ、あ、富がありますね、上に、これだ、その上、あ、これだ、はい、一応持ってっか、なんかあったら怖いから、はい、すげえ、なるほどね、ダイナマイト、そんな余裕絶対ないと思いますけどね、そしてもうこれを、あ、もう3時減るのは関係ないだろうと、うん、あ、それ違う、そっちじゃない、うん、こうしといて、これなんだ、それつけときますか、ミリタリー、はい、あとあの鎧があるんで、それ、はい、結局ブーツ手に入れてないけどね、はい、あと回復アイテムをちょっとだけ、ね、一番回復するのは左上ですかね、 あ、そうですね、あとバンテージと毒ぐらい持ってきますか、これとこれとあれこれか、はい、出会った瞬間発狂して終わる可能性もありますけどね情報足りてなくて、あー、なるほど、はい、あ、心の準備が足りないってこと、はい、情報集めてないから、まあ、ちょっとこれでいってみましょう、いや、いきましょうよよし、いけるか、ゴー、ヘッジゴーあ、来た、デビルリーフ、え、これはツツグワか、お、ダゴン、ダゴン様がいて、ボイスインマイヘッド頭に聞こえるもんね、頭に直接ランドウーマー、ハウデアユーカムトゥーマイテンプル、テラ、ウィズ、ウンクレア、アンクリーン、ド、え、それで、クリーン、ライク、オーシャン、クリーン、クリーン、アース、デューリン、ツナミ。はいはいはい。That voice in my head is it really? これマジ？ダイモンクラー。お、なんかこの、これは何ですかね、これ。なんかの、あれ。あ、いや、サンチがもう来てる。サンチ、ちょ、あ、やっぱつけた方がいいんじゃないですか？持ってない。はい。これで回復しながら、ここにいるだけで産地減ってくんじゃない、やっぱあのもしかしてさっきリズムさんが言ってた通り、ああれなんですね、はい、その情報足りないからかな、デッドソルジャーわあ。なんて言ってんのこれ、おう、あ、いいですか、いいです、わかんないです、行きましょう、スーパーインフォ500インフォです全然大したことねえ、あ、減ってる減ってる、あ、だやっぱあれですよ、一定期間ごとにちょっと減るんじゃないですか、うん、産地がこの神殿はほら、しかも足りないですね、あのこの装備だけじゃ、ちょっとダッシュでいくか、そういうデバフですよ、やっぱり、やばいやばい、チョコ入ってる、あー、ダメだ、鍵持ってきてねえわ、いや、まさか普通に調べられるようになってるとはね、ね、おー、チョコだ、ダメだ、ちょ全然、はい、自動回復より産地減少の方が多い、全然多いみたいですね、減ってるもんね、ダゴに会えるかな、ちょっと待って、デッドソルジャー、なんか言ってます、また情報くれたけど、あ、すげえアイテムの量だうわ、減っていく、やばい、あ、なんかある、なんか押し伸べられる、あら、なんかこれ、ディスプレイキャビネット、なんだ、あ、いや、これストーンキー、鍵手に入れた、石鍵手に入れたけど、これ産地減少の方が多いぞ、あ、チョコあった今対症療法でわ、なんかいっぱいある、すごい、いっぱいある、グレネードいっぱいあるけど産地減少の方が多い、産地減少の方が多いぞダゴンについて何も知らないから、よしよしよし、でもお兄ちゃんダゴンについて何も知らないからうるさい、ちょっと見とけよお兄ちゃんだったら大丈夫だから、サタグマかと思ったけど、これダゴンの像かな、じゃあ
ダゴン、ダゴンなんだ。ダゴンなんですかね。そんなの見てる暇ないよ俺。敵とかいないんだね。いないね。クソ。TNT OK。ドーン。壊れるだけや。間に合うか。あ、そうじゃだ。なんだ。なんか言ってるけどちょっとわかんないです。あ、進め進め。お、来たか。いけ。置いた。来たぞ。いけいけいけ。乗り込め。よし、あっちまで。よし。倒せ。よし。ダゴンだ。出たら。あ、来たぞ来たぞと。なんかマシンがある。え、あれか。これを壊したらシールドが溶ける系か。よし壊すぞ。マインクラフトってそういうのあったな。何マインクラフトそんなこともできんの。マインクラフトのボス。あ、やべ、あいつだ。あいつだ。あいつだ。アウェイケンキングオブダゴン。目覚めたダゴン。目覚めしダゴン。あ、あれだ、メーターがいっぱいになっちゃダメなのか。なるほど。それまでにってこと。よし壊した。壊してない。壊した。あれ、あ、一回溶けた。ほわー。ほわー。あ、ソルジャーが。ソルジャーが。ソルジャーの方が。あ、目覚めようとしているダゴンだ。ここ完全にイベントじゃん。おい、ダゴン。どうも、ダゴンです。ダゴンダゴン。ダゴンダゴン。来てるぞ、来てるぞと。よしよし、ちょっとやばい、今度ね、ちょっと下がったね。やばいやばいやばい、今度右ね。I'm dying。敵すごい、トライデントみたいな持ってるね。いいぞ。いい位置についた。産地がやばい。産地がやばい。あー、死んだー。無理だよこれは。ダゴンは起きてしまった。あー、そういうこと。はい。うわー。いや、でもこれはちょっと産地的に厳しいっすね。すごいですね。人類は、エクスティンクトしたって書いてありますね。え、死んだの。わかんないですけど、そんな感じじゃないですか。エクスティンクトしたらしいですよ。絶望。マジか。あー、なるほどね。なるほど。ちょっと一応一筋縄じゃいかないんですね、はい、これをなんとか産地減少減らすために多分情報を集めて 100% にしたらほとんど減らないんじゃないですか、うん、え、そういうことでしょうね多分ね、うん、100% だったらもう全部知ってるよと、はい、で5つのこの旧支配者を倒せってこと、とんでもねえゲームだな。この探偵さんの操作がうまくなっても、はい、あと5人うまくなんだけど、はい、結構ボリューミーですね。あ、そういうゲームだもんね。じゃあそういう感じのゲームで、はい、まあ、我々のこのゲームは最終回そうですね、はい。あーあー、滅びたわ。あ、メシアにはなれなかったよ。うん、見るからにこの瞬間、はい、読むエヴァドウェンディング、うん、なんかなんか週末ですねこれは。ほら、そうですよ、世紀末ですよ。クローズオブセンチュリー。あ、終わったんだ、世紀が終わったと、うん、これはきっと左の骸骨はあの私たちが操作してたキャラなんでしょうか。いうことなんでしょうかね。右竜巻が渦巻き、こう、はい、天からはあの神話生物の足が伸び、完全に足出てきます、ね、雷、そして光の柱、はい、カラスたちがあの城に向かってこう飛び交っていく。これが、ラブクラフトが語らなかったズムグリの物語です。まあ、もう時代が終わってますからね。じゃあ、以上で Your Stories Over。 マップ 79% ですね、はい、いや結構でもボス会えてよかったですね。ね、あんなやつなんだね。ちょっともうちょっと頑張りたい。産地減りがちょっと半端なかったね、減りがね、だって回復できないもんね。ぜひここから先は皆さんの目で見てください。大丈夫、あれだよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。